どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、環境を考えるということで、今日はね、こんな環境がよくありませんよっていうことをね、3選でお話ししていきたいと思います。ね、皆さんもね、ワンちゃんと暮らしている中で、ワンちゃんにね、大変な思い、危険な思いをさせたいっていう方はもちろんいらっしゃらないと思いますね。安全に楽しく暮らしていきたいなとは思ってはいるんですけども、知らず知らずのうちにね、やっぱりワンちゃんに対して負担をかけていたり、危険にさらしていたり、またね、ゆっくりできる環境が用意できてないこともあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ今日はね、この話最後まで聞いて一緒に見直してみてください。はい、それではね、まず1つ目ですね。1つ目は床が滑るですね。これまあよく言われてることではあるんですけども、でも滑っちゃってる床って家の中から全てなくすってやっぱり難しくて、私たちも良くないって聞いてはいて、なんとなく滑ってるよなと思ってても、でも別に大丈夫かなと思ってほっといちゃってる部分もあると思うんですけども、まず一つですね、一つは成長過程で滑ったりすると関節に負担がかかります。でそうすると怪我の原因になったりとか、あとはね、曲がっちゃったりとかね、そういったことも出てくるんじゃないかなって思います。なので床が滑ったりすると、まあ、転倒する恐れもありますし、その中でね、骨折だったりとかね、そういうなんか怪我しちゃったりすると、ワンちゃんって一番何が辛いのっていうと、自分の中では健康なのに運動ができないっていうのが一番辛いと思うんですよね。病気でぐったりしてるとかだったらまだわかるんですけど、健康な状態で運動しちゃダメって言われるのは、ワンちゃん自身は元気なのに怪我してるから動いちゃダメっていうのが一番大変で、やっぱり家の中でも吠えちゃったりとか暴れたりとか、いろんなものを噛んで壊したりとか、そういうね、行動がやっぱり出やすくなっちゃうんじゃないかなと思いますので、ぜひね、床滑るよっていう方はやっぱりね、業者さんがそういう滑らないような施工してくれる業者さんもあって、そういうところでね、床滑りにくくしたりとか、あとはですね、自分で売っているね、マットとかね、そういうの貼ってもらって滑らないようにしていただくっていうことが非常に大事になっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひね、お家の中でちょっと滑る場所があるなっていう方はね、考えてチェックしていただけたらと思います。2つ目ですね。2つ目は一人でゆっくりする場所がない。これ自分たちやっちゃいやすいことじゃないかなと思うんですけども、ワンちゃんたちって寂しい思いするのかわいそうだよねと思って、リビングのど真ん中にね、サークル持ってきちゃうとか、常に人が一緒にいるようにしちゃうみたいなことも多いんですけども、一番大事なことっていうのは、ワンちゃん自身が人と一緒にいる、もしくは一人になるっていうことを選べる、チョイスできるってことですね。選べないっていうのがあんまり良くないなと思っていて、例えばね、サークルで大切なことっていうのはやっぱり広さが適度であるかどうかっていうことと、あとはワンちゃんが自分でここって思った場所で隠れられる場所があるかどうかなんですね。ゆっくりできる場所がやっぱりないと、自分たちも24時間ずっと見られてるのってやっぱり嫌ですよね。なのでワンちゃんたちにも一人になる場所、スペースっていうのは必要なので、例えばね、広めのサークルの中にクレート入れてあげるでも構いませんし、ね、なんかちょっと嫌だなと思ったら去って隠れる場所を作ってあげたりとか、一番ベストなのはやっぱり見えない場所が一角あったりするといいんじゃないかなと思いますので、サークルはね、人からね、見えないのも良くないんですけど、見えすぎちゃうのも良くないんですよね。なので、その辺がね、環境ね、よく考えて見直していただけたらいいんじゃないかなって思います。3つ目ですね。3つ目は構いすぎるということですね。私たちついついワンちゃんがいると構ってしまうところもあるんですけども、特に要注意はお子さんですね。お子さんはどうしてもね、やっぱりね、構いすぎちゃうところがあるんじゃないかなと思いますので、そこはね、気をつけてやっていただけたら一番いいんじゃないかなと思います。必ず大人が一緒についていて、接し方を教えてあげるようにしましょう。あとですね、子犬もそうですよね。先住犬の子嫌がってるのにちょっかい出してどん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 やっちゃうから、先住犬から嫌われちゃったりとかね、または喧嘩になっちゃったりとかね、逆にね、子犬ちゃんの方が怖がってて、こっちの方がレアケースですけど、先住犬がバンバン来ちゃうみたいなパターンもあったりすると思うんですけども、やっぱりね、人に対しても犬に対しても構いすぎるというのは良くないので、そこだけね、お互いの距離感だけね、ちゃんと取れるようにしていってあげるといいかなと思いますので、徐々に慣らしてあげたりとか、パワフルなパピーの子とかの場合はたくさん運動を取らせてから接触を取るようにしたりとかね、エネルギーの付き合い方も考えてあげるといいかなと思いますので、ぜひそんな風にしてやってみてください。はい、というわけで、ね、今日は環境を考えるということで、まあ、ついついね、このぐらいならいいかなってしちゃうことも多いと思うんですけども、でも環境に対しての配慮ってできるのは飼い主さん、私たちしかいませんね。こういう機会の時じゃないとね、なかなかいつやろうかなと思っても、そうそう機会がないと思いますので、これを機会にね、家の中チェックしながら、ワンちゃんのいる環境を見直してみてはいかがでしょうか。
うん。